皆さんどうも、笑顔のまぶさ太陽級、大賀ひなたです。今回もドラクエ11エースやっていきたいと思います。今回はシルビアとね、ジエゴパパのわだかまりが解けたということで、お仲間さんを預けてシルビアを仲間に加えて引き続きラムダに行こうっていう感じでした。で、船に行こうって話だったんだよね。なので船、まずはシルビアの船に向かいたいと思います。待って、この敵とか戦ったことなくない？タコメット、これは新しい敵だね。かわいい。戦っていこう。まあ、たぶんそんな強くないと思うけど、てかやば、 MP がやばいな、グレイグとローが。あ、待って、シルビア作戦で命令させろに変えてないや。あ、変えてるわ。なんで、どういうこと？まあいいや、とりあえず。あー、そっか、ハヤブサの剣か、持ってんの。うわー、ローさんがゾーンに入りました。まあドルーマとかでいいかな。オッケー、やっつけた。可愛かった。我らの勝利だ。まあ、そんなに強くはなかったね。マスコット的キャラクター、アリスちゃん久しぶり。シルビア姉さんの船は足が完璧に準備しといたでガス。どんな荒波にも負けないでゲスよ。さあ、ひなたの旦那、シルビア姉さんの船に乗って仲間探しの旅に出発するでゲス。船に乗って出発するでガスか。お願いします。いやー、ひなたの旦那たちを乗せて、こうしてまた船旅できる日が来るなんて、航海士アリス、感激の極みでゲスよ。そういや旦那、こんな話知ってるでゲス？バンデルフォン地方のネルセンの宿やってところに泊まると、みんなが同じ夢を見るんだとか。みんなが同じ夢を見るじゃと？そいつは気になるの。まずはそのネルセンの宿屋に行ってみるか。ネルセンの宿屋があるバンデルフォン地方はここから船で東に進んだ先にあったな。オッケー、東ね。なんか変な星が浮かんでんだよね。何あれって感じ。しかもめっちゃ近いんだよね、なんか。すぐそこ。ここなんだっけ？寄り道をしていく、デルカダールの地方、南の島。あ、君は！うお、勇者様、よくぞご無事で。魚から人間に戻ったのですね。私、少しギョッとしちゃいましたよ。私たちは付近の海でジャコラに襲われ、首の鱗一枚でつながってなんとかこの島に逃げてきたんです。この首の鱗一枚って魚ならではの表現の仕方、また面白いね。ジャコラはバンデルフォン地方南の海、ここよりさらに東の海へと行ける獲物を探して泳いでいきました。奴はまだあの辺りにいるかもしれません。どうか嵐と赤い光には気をつけて。よかったよかった。海底王国の民が生き残ってたね。女王様とかも無事なんかね。魔力の土。あれ、ここの島、探索してなかったんかな？いや、してた。ちゃんと取ってるね、鍵は。もう特になんもなさそうだな。新しい敵がいるっぽいけど。まあ、せっかくだから戦っていくか。ほい。うわ、めっちゃいっぱい来た。ネールウス。なんか色が、夕焼けだからなのかわかんないけど、色がすごい、目がチカチカする。なんかあるかなー。バギマにしよう。これでいこう。バギマなんて覚えてたの？あ、強っ、え？強っ。お、稲妻を呼び寄せた。お主勇者か？紫色だし。やばい、ヒャダルコ。おお、まず。で、君はオノムソウで、いっぺんに。うわ、強っ。やっつけた。さあ、進もう。めちゃくちゃ強いな。もしかしてあれか、ここ夕方なんじゃなくって、なんかあの星が近いから、空の色がこんな変な感じになってんだね。この辺とかは戦ったことあるな。赤い目だからね。じゃあ、帰りますか。帰るというか東に進んで行こう。バンデルフォン地方に向かって。あ、こっちにもいた。北東の方に陸地に囲まれた島があってな。人間の船じゃ行けない島で、安全だからと俺たちの緊急避難所になってたのさ。北東の方に陸地に囲まれた島。だがその島へ逃げようとした俺たちを狙いすましたように襲ってきやがったんだ。ジャコラのやつ、とんでもない野郎だ。
そのせいで海底王国の民はちりぢりバラバラになっちまった。みんな大丈夫だといいんだが。そっか、この島以外にもいるかもしれないってことね。まあ、生きてるかどうかは分かんないけど、一応避難はしたってことね。あ、逆逆。ほっ、新しい敵が来たぞ。キラークラブ、先にバギまでやっちゃおう。えい。いや、しびれクラゲ攻撃してもよかったな。しびれクラゲ強。ゾーン、ゾーンに入りました。なんかいろいろあるね。大岩石落とし。まあこういうところじゃないところで使おうかね。どうしようかな。まあ、グレイグはおのむそうで MP 足りない。なんでこった、まずい。じゃあ攻撃しよう。 MP 足りないか。じゃあちょっとローも攻撃で MP を回復しよう。みんな持ってる。攻撃攻撃。やっぱ特技がないとそんなに強くないな。てかキラークガムが強いね。ああ間違えた。ちょっと待てよ。ああ、マジ？めちゃくちゃ油断しまくってた。いやー、ちょっと待てよ。ちゃんと全回復しないとダメだ。お、新しい敵だ。なんか、なんだっけこれは。キングマーマン。どうしよう。とりあえずスライムつむり今日を倒しちゃいたいから、バギまで、スライムつむり。これまたちょっと油断しちゃいけないぞ。特技の分回しをスライムつむりに。あー、強いね。うわー、強っ。まずい。ちょっとシルビアちゃんハッスルダンスやりたいね。おのむそう。はい。受けてみよう。オッケーオッケー。グレイグちょっとさっきの戦闘でちょっとやばいな。ベホマラーやる。いやー、ベホマラーめっちゃやった。すごい MP 使うな。とりあえず自分にベホイミしよう。オッケーで、ちょっと怖いから全身全霊切りでもやるか。うわ、強っ。やっつけた。えぐー。オッケー。ん？お、ムービー来た。うわー、雷鳴ってるね。急に荒れてきよった。やばいね。おい、ゴリアテ、貴様の船、これ式で沈んだりしないだろうな。ゴリアテって呼ぶのやめて。今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。荒波ちゃん。お、しかもちゃんとゴリアテに反応するんだ。お、やば。命の匂いだ。ジャコラ来た。今の声は何だ。海底王国を襲ったジャコラ。ああ、じいちゃん。まずいぞ。ここで戦う。何の準備もしてませんけど。やばい。我が名は破壊軍王ジャコラ。
魔王様よりこの海を滑るよう賜った。歯めっちゃあるね。我が海を汚す雑魚どもが、その命魔王様のためもらい受ける。ジャコラがなんか一番強そう。うぅ、うるさい。トトロかな。おのれ化け物、わしらをなめくさりおって見ておれ。うわ、来た、グランドクロス。オンドリア、めっちゃかっこいい。わしのグランドクロスが効かぬじゃと、どうなっておるんじゃ。非王儀。魔王様より授かったレッドオーブの力を使えば、そんなもの我には効かぬわ。新しい技は聞いてくれよ。待って、うわ、めっちゃずるいことしてきた。呼べない。ああ。落ちた時でさえ名前呼んでもらえない。うわ、どこですか、ここは。やばい、天国に来てしまった。わあ、サンズの川。ジブリ感がすごい。ここはどこ？はてなはてなはてなだって。変なとこ来ちゃった。これ、ね、調べても確か何も。あ、行けないんだ、そもそも。川に囲まれてて。いやー、なんか絶対なんか天国的なところ来てしまったよ。僕は死んだのか？なんか奥にあるけど、あそこには行けないっぽいな。いや、ちょっとここのお家がすごいジブリ感が半端ないんだけど。あれ？なんかいなかったっけ？なんもない。なんかでもおしゃれだな。何この、この絵は。この絵なんだ。ヒントだったりしない？え、なんか漂うジブリ感が本当にすごい。登ろう。上に誰かいた。あれ？さっきは海底王国の民みたいな姿だったのに、女の人になってる。なんじゃ、誰かと思えばお主か。驚かんでもええ、ここは天国でも地獄でもない場所。安心するがよいぞ。違ったみたい。これぼっけーっとしておらんで、お主も釣り糸を垂らすがええ。そこに釣り竿が置いてあるじゃろ。まあ釣りするか。じゃあ、え、どうやって釣りするの。あ、ここ、はい、釣りしてるし。あなたは何者の、え、誰？なんじゃ、ジロジロ見よって。わしの顔に何かついとるか。いや、ついてないけど、なんでそんなコロコロ姿が変わるんですか。わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。ではこれならどうじゃ。わ、変わりました。ん、この姿もダメか。ならばこれでどうじゃ。声優豪華だな、このキャラ。ワンちゃんだった。わ、女の子。わしの姿が定まらんとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。知りません。誰ですか。お主の世界ではわしは預言者と呼ばれておる。わ、君が預言者。わしに抱く姿形のイメージが
人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。どうなんだ。ところでどうじゃ、何か釣れたか。いや、何も釣れてないでしょじゃろうな。どういうこと。今はまだその時でないということじゃろうて。釣れる時には釣れる、来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。そういえばお主の仲間にも会ったことがある気がするの。名前は確かカミュと言ったか。そうだよね。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。口ぶりはおじいちゃんなんだけどね。なんで女の人なんだろう。まあ別に女の人でもないのか、姿が変わるから。なんでしょうね、ちょっと言ってることが曖昧すぎて何のことを何のこっちゃって感じだったけど。あ、いた。ほれ、苦しゅうない、そこに座れ。めっちゃ偉そうだねまあいいけど。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。何するんですか。お主、勇者の力をなくしたと思っておるな。違うの。残念だが、わしにできることは何もない。ただ、一つ言えることはある。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえばお主、今溺れかけとるんじゃっけ。ま、案ずるでない。大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。そういえばあのレベルじゃないんだよな溺れかけてるって。いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。世界を救え。うわ、デコピンされた。あ、あー、よかった、気がついたのね。なんで寝起きいつもシルビアなんだろう。海に落ちた後、わしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃ。しかし、あの状況での救出は絶望的でのう。まあそうだよね。黒い海に飲み込まれて、もう二度と戻らぬものかと思ってしまった。そんな時じゃった。突然、あたりが光に包まれて、お主が海の底から上がってきたのじゃ。わしは腰を抜かしそうになったがの、なんとかお主を助け、魔物の猛攻を切り抜け、ここまで逃げおおせたってわけじゃ。あら、どうかしたの。まあ僕は不思議体験してきたけどね。さっきまで不思議な場所にいた。次々と姿を変える預言者と出会った。そういえば主人公は何でも言っちゃうんだった。気を失ってる時に夢でも見たのね。疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだから、そこで一晩休もうさあ行きましょう。
もう勇者ちゃん何でもかんでもさ、怒ったこと普通に口にしちゃうから信じてもらえないんだよね。お。なんだ？わ、文字が浮かんできた。勇気を胸に、イカズチを手に。どうしたんじゃ？ぼーっと海など眺めて。あれ、今は元気になることが先決じゃぞ。そうだね。ひなたたちは船員の宿舎を借りて一晩泊まった。なんかすごい曖昧なことが多かったけど、とりあえずあれだよね、きっと勇者の力はまだ失われてないよってことよね。おお、目覚めなすったか。あんた噂の化け物に襲われたんだってな。命が無事だったということは相当な強運の持ち主だよ。あのおぞましい化け物なら外界へと向かって泳いでいくのを見たぜ。海に出るならくれぐれも気をつけるんだな。そういや、北のネルセの宿屋で奇妙な噂が流れてるみたいだぜ。ああ、そうだった。あら、君は魚みたいな変な奴らを見たやって噂が世界のいろんなところで出回ってるみたいだぜ。絶対海底王国の人たちじゃん。胎児が落ちてから信じられないようなことがあちこちで起こっているようだな。一体この世界はどうなっちまったんだ。絶対避難してるよね。じゃあちょっとネルセンの宿屋に向かいますか。全回復もしたでしょ。オッケー。うわー、トロル。あれ、こんな子いたっけ。うわ、トロルまでついてきた。この子はなんだろう、トンブレロ。うわ、トンブレロ炎やってくんの。まずいね。先にちょっとトロルを、いや、どうしようかな。トンブレロにやるか。いけ、カデちゃん。いや、普通に攻撃してもよか、あ、でもいいか。で、全身全霊切りでちょっとトロルを。痛恨が怖い。はいはい、いいね。お、え、シルビアの姿に見とれてる。すご。シルビアまで。じゃあ、どうしようかな。ドルクマをトロルにやるか。いや、倒れない、強いね。で、まあトロル多分もう攻撃でいけんじゃない。いや、いけないか。もう一回。ほい、はい、よし、倒れた。で、最後にトンブレルを攻撃。おお、会社の一撃ナイス。やっつけた。トンブレロも制覇しました。幸せの帽子？ちょっと待って、幸せの帽子とは？出たー！歩くごとに MP が少しずつ回復する不思議な帽子、最強。こんなの落とすの？絶対レアアイテムじゃんね。よし。これで OK。強っ。ちょっとなんか、まあ、いいか。こんなんで。やった！麗しきのこ。お、宿屋のおばちゃん。あら、いらっしゃい。あんたもこの宿の噂を聞いてここにやってきた口だね。今うちの宿に泊まるとみんな不思議な夢を見るんだよ。どんな夢か知りたいのなら泊まっていってね。だってさ、なんだろうね。お、同じ内容の不思議な夢を宿泊者全員が見るってなんか怪しいと思わないかい。もし怪奇現象とかだったら怖いな。その夢を見ると呪われるとか。やっぱ泊まるのやめない。彼氏さんはビビってますね。ここに来てよかったのはこの人が臆病者ってことが分かったことね。止まるか止まらないかはっきりしないのよ。ほら、ちょっと彼女さんに言われちゃってるよ。君。俺の歌声を聞きやがれ。へい、そこのあなた。人生いそでもいいことはないぜ。たまには超天才吟遊詩人と評判の俺の歌声に耳を傾けたりするくらいの余裕ってやつが必要だぜ。いや、歌えしー。お、白馬。うちの馬か？違うか。ここから先の道中に備え準備をしていかれると良いでしょう。さて、それでは。わあ、私18,400ゴールドも持ってんの今。めっちゃお金持ちだ。デーモンバスター。ポイズンスケール。アークワンド。
偉大な魔法使いが使っていた妖気漂う杖、詳しく見る。え、強そう、これ。めっちゃよくない？これ買ってあげてもいいな。大足の爪、キングアックス。うわ、キングアックスめっちゃ強。最大 MP を高めるルーが刻まれた強力なもの。めっちゃ欲しい。うわ、待って、これすごい魅力的な防具がここに来て売ってるんだけども。ミントリハット。魔除けの文様が刻まれた呪文に強い盾。そうか。そしてキングアックス買ってあげよう。ちょっと強い、これ。グレーグに。装備。オッケー。まあそんなもんかな。はい、宿屋来ましたが。お主が船から落ちた時は荒れ狂う黒い海に飲まれて、もう二度と戻らぬかと思ってしまった。そんな時、突然辺りが光に包まれて、お主が海の底から上がってきたのじゃ。さすがは勇者、奇跡のような出来事じゃった。さて、アリスの話によれば、レースの宿に泊まった者全員が同じ奇妙な夢を見るそうじゃったな。ひなたよ、まずはネルセの宿屋で話を聞くとしよう。バンデルフォン地方か。この辺りは全く変わらないな。古い思い出が蘇ってくるようだ。今、こちらの話だ。さあ行こう、ひなた。海で私たちを襲った化け物、確かジャクラとか言ったっけ。あいつも魔王の配下、六軍王なのよね。あの化け物を何とかしない限り、海の旅は危険がつきまとうわね。次は私の船ちゃん壊されちゃうわ。だってさ。まあなんかジャクラなんか劣等部の力でさ、すごいバリアみたいなの張ってたよね。それを何とかできんのかな。この宿は不思議な夢のおかげで随分と売り上げを伸ばしてるよね。ここの奥さんすごく機嫌がいいわ。客にそんなこと言わせちゃダメでしょ。じゃあ今回はこの辺で終了しようかな。まさかのちょっと油断しすぎて一回ひなたが死ぬという事件が起きてしまったんですけども、ネルサの宿屋までたどり着きました。道中ジャクラに襲われてしまったりしたんだけど、なんとか生き延びて、だから預言者と出会って、勇者の力はまだ君の中に眠ってるんじゃないかいみたいなこと言われて、へい。ねえ、そんなこと言われたんだけど、ま、海の底から溺れた勇者が浮き上がってきたって、ローが言ってたし、勇者の力はまだまだありそうな気もするね。ということで、ネルセンの宿屋で、何か奇妙な夢を見れるということなので、次回泊まってみようと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画もぜひ見てください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。